今日はね、ながらみっていう回を焚いていこうかなと思いました。お通しにね、使おうかなと思った。そしたら、なんか赤いのが見えて、あれと思って見たら、なんかね、ヤドカリヤドカリがいるじゃないですか。でね、このながらみってね、ダンベイキサゴっていう貝なんだけど、ニシキウズガイ科の、なんていうの、平べったいツルツルしたトゲのない巻き貝なんですよ。でこの貝結構広く生息地があって、男鹿半島とか鶴岡の北の方から九州の先っぽの方まで、日本海側も、太平洋側もどっちもいるんだけど、よくね、塩茹でとかでね、居酒屋さんとか料理屋さんで出てくるかなと思います。で今日はちょっとね、ニンニク醤油で炊いてたんですよ。ちょっと味濃いめのやつでお通しにしようかなと思って、したらさ、そのこのヤドカリね、なんかね、ちょっとなんかね、ケバケバしてるんで、多分このテナガツノヤドカリとかね、なんかそんな感じのヤドカリなんじゃないかなと思って。でさ、ヤドカリ食べたことあります？でもちろん僕なくて、で食ってみようかっつってちょっとパクって食ったんですよ。だからね、このね、ハサミが結構ジャリジャリしてて、味はなんだろうな、エビっちよりサワガニとか近かったかなって感じかな。まずくはないけど、正直うまくはなかったですね。まあね、こうやってね、仕込みしてると意外といろんなもんにいろんなもんが入ってたりして、ちょっと面白いことも結構あるんで、またそんなのを動画にしてみたいなと思ったりしてます。ではまた YouTube 見てください。